どうも、しゅんです。あ、俺こちらの方がスカイランドベンチャーズっていう会社の、代表の木下さんという方です。はい、スカイランド木下です。今すぐ起業しろ。よろしくお願いします。お願いします。はい、で、まあ、木下さんの紹介というと、ベンチャーキャピタリストっていう職業の方なんですけども、はい、大きく言うと投資家みたいな感じ で、 そうですね。で、若年層に25歳以下の方に主に投資をされているっていうことで、はい、起業しろおじさんとして活動されてるんですよ、はい、木下さんは、はいはい、今すぐ起業しろ。今日はその木下さんに、そのベンチャーキャピタリストってどういう職業かっていうことと、実際に何ですか、事業相談に僕も会社作ることになったんですけど、その相談とかもさせていただけたらなって思います。木下さんが起業しろっていう、うん、よくおっしゃってるじゃないですか、はい、でも誰でも起業した方がいいっていうことで、いや、もう YouTuber は起業しろですよ。そうですか、うん、YouTube を300日300コンテンツ、はい、運営するより起業簡単なんで、はい、起業って言ってもいろいろあるじゃないですか。まあ、いろいろあるけど、起業して成功する方が、はい、YouTube を一人で300日運営する方が難しいです。マジですか。うん、絶対難しいです。じゃあ僕起業成功するってことですか。いや、するんじゃない。みんな迷ってる時間がないですよ。さ、なんで成功っていうか目標達成できる人っていうのは迷わないんですよ。だから起業をパッとしますかって言ってパッとする人に僕ら投資するだけで、ほとんどの人は年内に起業しますって言って、あ、そう、じゃあまた来てねってバイバイみたいな感じです。ああ、そうなんですね。そうそう、あ、一生言った方がいい、そのスピードで。ああ、そうなんですね。やっぱ強みになるんです。いや、だからみんなそういう感じじゃない。ほとんどの人はじゃあなんかあと3ヶ月後に起業しますって言って、その以降もう音沙汰もないですよ。だから全然起業しないですもん。その起業しろっていうのは内容関係なしに、まず起業しろって。いや、もう全員起業しろ。まあ、僕の起業って偏ってません。いやいやいや、全員起業しろ。全員会社を作っとけ。起業の定義は、はい、なんかこうサービスやってますとかじゃなくて、はい、こう会社を作っとけ。株式会社の社長になった、うんうんうん、それはなんでですか。だって起業家の方がなんか新しいものを作れるじゃないですか。あとはもうその、例えばあなたがね、ただのお兄ちゃん、はい、大学生の、ね、お兄ちゃんとして来るのか、はい、一人の企業家として来るのかによって、うんうん、僕ベンチャー投資家じゃないですか、はい、お客さんかもしれない、うん、まあ、ビジネスパートナーというか、うん、かもしれないね。なんか代表取締役っていう役割があったとしても、事業内容がなかったら、いや別にいいよ、まずは会社を作れ、まずは会社を作れ。まず起業しろ。いや、すごい起業しろっていうことにはすごい共感するんですけど、うん、その、まあ、金沢大学低いかもしれないけど、入学金って別に数十万するんで、30万するんじゃないですか、はいはい、起業も20数万円だから、うん、どっちが安いんだって話で、結構これはもうあれですよ、はい、大学進学、はい、引っ越し、はい、起業とかもう全部同じくらいの、引っ越しだって、はい、家賃まあ5万10万のところにね、住もうとした時になんか仲介料だなんだって20万ぐらいかかるじゃないですか、うん、変わらないですよ。費用的にはっていう、引っ越し、結婚、起業ぐらいの。なるほど。引っ越しろ、結婚しろ、起業しろぐらい。いや、でも面白いですよね。なかなかそういう人いないですよね、うん、どういう人に投資したいなって思いますか。このこいつすごいって思う。25以下で、はい、っていうのが一つあるんですけど、めちゃくちゃプログラミングができて、はい、なんかプロジェクトがこうもしユニークであるっていうパターンか、もしくは非エンジニアの、そのね、プログラミングできない人の場合は目標達成能力が高いんです、うん、このどっちか、まあ、エンジニアタイプとビジネスタイプによって結構差があるんですけど、うん、このどっちか、あと自分でこっちの概念でいくと、自分一人なら達成できるけど、うん、他の人巻き込めない人も結構多いんですよ、うんうん、そことか、ああ、なるほど、また定義して、僕今やろうとしてるビジネスは、はい、就活サービスを作ろうと思ってるんですよね、うん、やめよう。やめよう。嫌です。学生向けの、学生向けです。あ、やめよう。嫌です。やめよう。嫌なの。いや、動画で選ぶ就活サービスを作ろうと思ってて、今の YouTube もとは別の独自媒体を作ろうと思ってるんですけど、はい、半年間は YouTube の企業紹介だとか、こういう動画の概要欄に面接のフォームを貼り付けて、実際に動画見た人が面接に行けるようにして、インターンに行けたり。じゃあうちのさ、採用やってますから、はい、動画作るとしたらいくらですか。今は10万円パッケージ。あ、10万円やろうか。あ、お願いします。はい、しゅんくんはちなみにあれですよ、自分の時間給いくらですか。時給、時給を言えるようになるって概念が重要ですよ。あ、自分自身の、はい、が時間いくらだったら自分は働くんだってことを考えた方がよくて、はい、だってあなたの時間給が10万円だとしたら、はい、そのインターンみたいにこう1日見学してっていうと10時間、まあ、なんか5時間ぐらいいないと分かんないんだったら50万円で、これ赤字ですよね、うん、
だからなんかそのなんかビジネスとして成り立つような人と仕事した方が良くて、例えば10万円で、はい、やってますけど赤字ですという人がいるじゃないですか、はい、でも30万円でちょっと10万円黒字のビジネスもやってる人がいるじゃないですか、はい、じゃあなんか3ヶ月後どっちの方が、まあ、こう会社として予想そうかって言ったら30万円の方が運営されてる可能性あるじゃないですか、黒字だから、うん、で僕の場合、まあ、1回10万円で発注すること以上にこの30万円でもクオリティが高い人を、まあ、うまくつながりができる方が僕らはいいです、ね、なるほど、はい、その考えを身につけます、頑張ろう、はい、YouTube ってやっても、はい、その誰が見てるかとかその人に連絡する方法はないじゃないですか、はい、であなたの動画の下に全部 LINE アップの URL を貼っといて、はい、そこで大学生は登録してねって言って今7000人が視聴してる時に、はい、じゃあ毎1コンテンツはこう出すごとに10人50人ずつ増えていくとするじゃないですか、はい、っていうのをやっていけば大学生が、まあ、その LINE アットに集まるんです、うん、でその人たちをこう紹介するっていうのをやればいいんです。うーん、確かに、まあ、これ今日からできるからもう今日からやります。本当に、はい、証拠で証拠やります、はい、こういうフィードバックをします。なるほど、はい、そういうことなんですね、うん、ベンチャーキャピタルって。